さて、前回に引き続いて府中エリアを散策しています。府中の森公園から歩いて10分ほどでこちらの浅間山公園に着きました。名前の通り山というか小高い丘のような立地になっています。少し体力勝負になりそうですね。ただ道は比較的なだらかになっているのでものすごくしんどいというほどではなさそう。よかった。ではしばらく平坦な裾の道を歩いていきます。右手に見えたのは、おみたらし神社です。向こうに見えてきた白い建物はトイレですね。ここから山の頂上を目指します。気合を入れて一気に登っていきましょう。では行きます。横で工事をしているのでかなり大きい音がしてしまうのは残念ですね。もちろん動画上ではオフにしてますよ。急ではないとはいえさすがに少し息が切れてきました。頂上はまだでしょうか。ふう、やっと着きました。標高 79.6m、およそ 80m ですか。
これは浅間神社だそうです。そういえば、玉川大公園のそばにも、同じ名前の神社があったな。しばらく、鳥の声を聞きながら一休みします。ああ、和むなあ。さて、では下山しましょうか。Remember to wash with soap and count to 20 leaves. Count to 20. その道を回って先ほどのトイレのそばに来ました。いくつか道が分岐していますが、とりあえず真ん中を歩いてみよう。また分岐するところに出ました。どちらから行ってもまたここに戻っては来れそうです。おっと、良さげな東屋発見。でもまだ休憩しませんよ。ずんずん先に進みます。屋根の向こう側、内側と外側に道があったので、まず内側の道に行ってみます。こちらは東屋道というそうな。この公園は紅葉散策というよりは森林浴に適したスポットのようですね。この道を行けば先ほどの東屋に戻れるのかな。あれ、ちょっと間違えたみたい。この先はその前のトイレそばの分岐点に戻っちゃいますね。一旦戻ります。今度は大丈夫かな。またしばらく登りになりそう。
ほどに比べたらさほどしんどくはないけど、今日これで5時間ほど歩きっぱなしなのでさすがに疲れてきました。とりあえずここで一服。東屋に戻ったので、今度は外側の道、尾根道を歩いてみます。休憩場所が結構多いですね。これは助かるな。この前の府中の森公園のように整備されている公園もいいんですが、こんな風に雑木林を抜けていくのも大好きなんです。うん、公園というよりは散策路のイメージですよね。特にメンタル的に疲れている時にこんな風に歩いていると本当癒されます。おや、こんなところにお墓が。ここは鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武士人見四郎の墓石と伝えられると書かれています。ふむふむ、いかがだったでしょうか。私的にはこういう場所があるから公園散歩がやめられないんだなと改めて実感しました。体力的にはハードでしたが、とても充実した一日でしたね。それじゃあまたね。